はい、こんにちは、こんばんは。ご無沙汰しております、マーケットキャプチャーの遠藤です。今日も一つ動画をさせていただきましたのでよろしくお願いいたします。今日はですね、皆さんも、実際にですね、ワードプレスを使って、あるいは無料ブログを使ったり、いろいろされている方がいらっしゃると思うんですけども、ホームページを運営するにあたって、で、おそらくね、出てくるであろう、問題といいますかね、疑問といいますか、多分ね、軽減されるだろうなということの一つにですね、他人の著作物を、自分のサイトで紹介したい時にはどうすればいいかっていう、そういう問題ですね。そういった他人の印刷物の、まあ、引用とか、転載であるとか、あと出典とかね、いろんな言葉があるんですけども、そういうような形で合法的に自分のサイトで紹介したい場合っていうのは絶対あると思うんですね。で、そういう時にどうすればいいのかっていうことを、今からですね、2つの事例を使って、説明をしていきたいと思います。はい、ではまずですね、ウィキペディアってこれ誰もが見られるってと思うんですけども、自称形式でね、例えば今ちょっと著作権ということについて、ウィキペディアのページを開いたんですけども、百科事典形式になってますんで、ここに書いている、物事っていうのをそのまま自分のね、運営している、所有しているホームページなりワードプレスなりに掲載したいなという機会は非常に多いと思うんですよ。で、ただですよ、ただですね、掲載するのは全然構わないんですけども、例えばこの冒頭の部分でもですねいいですし、どこでもいいんですけども、こういったところですね、そのままコピーしまして、自分のところに今ちょっと投稿しますね。投稿で新規追加で、ここでまあこうやってやってですね、入れてですよ。で、まあ適当なタイトルをつけて、もうまんま自分の考えてさも作ったような自分のオリジナルコンテンツとしてこれを掲載してしまうとですね、これはパクリになりますね。平たく言うと、コンテンツの、無断流用、まさにパクリですね、著作権法違反に問われます。だってこれはあなたが考えた文章じゃなくて、ウィキペディアを編集している、まあ、全国のね、方たちが協力して作ってるわけですけどね、ウィキペディアの内容というのは。それをそのままあなたが考えて作って調べて、仕上げた記事じゃないのにこれをそのまま、公開してしまうと、間違いなくあなたに対して罪が問われることになります。ですので、こういうことは絶対になさらないようにしてくださいね。安易にされますと、Google からペナルティを受けたり、あるいは訴えられたりしますので、そういうのとはやめてください。じゃあ、どういうふうにね、合法的に、引用という形でね、持ってくるかというと、まあ、こういって、まあ、著作権のことをあなたが紹介、したいのであれば、この著作権というところで、Wikipedia でよくわかるような文章を選んで、これはコピー&コーペスコピー&コピーペーストっていうやり方、お分かりかどうかちょっと分かりませんけどね、ここから、左クリックしたままドラグって言いますよね。ドラグして選んでいって、でここまででいいなと思ったら左クリックを外しますね。でここで真ん中あたりにこうできる持ってきて右クリック
クをして、ここにコピーっていうのが出ますから、このコピーを押します。はい。これで、自分のこれですね。貼り付けます。貼り付けるんですけど、これね、そのまま貼り付けると、リンク、先ほどの、ウィキペディアでこれリンク貼られてるんですね。あちらこちらに、言語とか音楽とか絵画とか、まあ、そういった細かい言語に対してもリンクがザーッと貼られてますんで、これをそのまま、ちょっとね、私が失敗して、そのままコピー&ペーストしたんで、これ全部リンクが入っちゃってるんですけども、これじゃなくてですね、一回ちょっと消しますね。こうではなくて、ここで貼り付けたいところで右クリックをしますよね。で、先ほどはそのまま貼り付けて押したと思うんですけど、そうする、これを押すとそのまま貼り付けてしまいますんで、そうではなくて、プレーンテキストとして貼り付ける。もしくはコントロールプラス C プラスシフトプラス V キーですね。これを選んでください。そうすると、ね、リンクが入ってないですよね。文章だけで構成されたものがコピーされましたんで、これで OK です。はい。で、あとはですね、そうですね、まあ、この、開業が一切入っていないんで、これがちょっと嫌だなって思うんであれば、そうですね、まあ、こういう感じでずっとこうまとめていってもらっても結構ですし、そうではなくて、ね、引用の部分はこれでいいよっていうことであれば、このままでもいいかと思います。で、これから実際どうするのっていうことなんですけども、ですね、このワードプレスは今これ開発環境、僕の開発環境なんで、そんなに余分なプラグイン入れてませんから、おそらく、皆さんが使っているワードプレスとほぼ同じような表示になっていると思うんですね。で、その中で、この上ね、太字であるとか、イタリックで車体文字ですよね。あと、打ち消し、あと、番号なしリストとか、いろいろずーっとあるんですけど、これダブルコーテーション。上にマウスを重ねると、引用という形が出ますんで、この引用を使います。はい。で、使い方ですけど、引用ね、してきた部分をこう、このようにですね、選びます。左クリック、始まりの点から左クリックを押したままドラッグして、ここまでだと。ということで、左クリック外して、今度はこのまま引用のボタン、これですね、これを押します。すると画面がちょっと、切り替わりましたよね。ちょっと小さくなって、で、ちょっと灰色でバックが、こう、なんていうんですかね。ちょっと色塗りされたような感じ。で、私のサイトを見ておられる方は、初心者の方が多いと思うんで、ひょっとしたらこのテキストっていう、こう、あんまり使われない方いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、テキストの方をちょっと見ていただくとね、わかるんですけども、こういうコマンド、タグ、命令ですね。こういうふうに表示しなさいよっていう命令がタグっていう形で入ってるんですけど、これね、ブロッククォートって読むのかな、ちょっと読み方がちょっとわかんないんですけど、ブロッククォートっていうのが頭に入って、で、そこから著作権云々っていうのが入って、ずーっと来て、で、最後にこの閉じるね、閉じるマークなんですけどね、この、スラッシュっていうのは。スラッシュと閉じて、ブロッククォートっていうような形になってるんで、ここからここまでは、この作詞、なんていうのかな、このホームページを運営している人が書いたものじゃないよ。どこからか、参考のために引用したものですよということをですね、検索エンジンと、そして見ているあなた方、一般の方々に、まあ、宣言するといったら大げさですけども、そういうふうな、まあ、機能があるんです。ですから、これを使って通常は、引用ということを作業を行います。ちなみにこれプレビューで見ますと、はい、この形でダブルクォーテーション。
で、区切られてます。ここからここまでは、引用した文章ですよっていうことですよね。こういうのが重要になります。この色合いである、とか、この形ね、ダブルクォーテーションの形っていうのは、使ってる、テンプレート、ワードプレスのテーマ、デザインですね。それによって、左右されますので、本当に、千差万別なんで、あくまでも参考になさってくださいね。私が今使っているテンプレートだったら、こういうような、表示の仕方になります。色合いがですね。はい。ですね。あと、ウィキペディアの場合はですね、もう合法的にウィキペディアの中で、引用の仕方であるとか、引用の方法、そういったものをこういうふうにやってくださいよというガイドラインがあるんですね。で、ガイドラインについてはまだ読んでいただいたら結構なんですが、先ほど、ここからここまでが、引用だっていうことで宣言しましたよね。で、その中にですね、必ずですね、これ今著作権に対するページですけども、その一番下に行っていただいて、この部分、最終更新、2015年7月4日土曜日19時40分って書いてますよね。この部分をコピーして必ず載せるようにしてください。この部分だったら、こうやって、あと、どこから引用してきたものかっていうのは、このままだとわかりませんので、そうですね。ウィキペディア著作権のコードをしておきましょうかね。著作権こういらないかな。大抵ね、単語でいいと思いますね。著作権だったら著作権、ここに書いて、多分ね、一番上にね、著作権って書いてますよね。これをそのままここに書いてもらえばいいと思います。著作権ということです。はい。で、より、そうですね、ここはね、迷うところですけどね、内容を抜粋でもいいですし、引用でもいいですし、要は、この文章をどこから取ってきたから、取ってきたんだってことが分かればいいんで、こういうような言葉を入れていただいたらいいと思います。はい。これで、どうでしょうか。いいんじゃないですか。あ、そうそうそう。で、これだけ、ここまで、これでいいんですけどね、あとね、実際に見た方が、これ、このな、あ、ウィキペディアの著作権からこれを出し引っ張ってきてるんだなと。そしたらもっと詳しく、このウィキペディアの内容を見たいなっていうか、確かめたいなって思ったときに、いち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 また検索していただかなきゃいけないんで、こういう場合は、リンクを貼るっていうことが、慣例になってます。ルールだと思ってください。ですから、先ほどの Wikipedia の著作権のページありますよね。ここを URL をこうやってコピーをしまして、コピーをしまして、ここ戻ってですね、これだったら、そうですね、これでいいかな。こんな感じで、よいしょ。ここから、ここまでを選んで、リンク、先ほどコピーと URL を入れて、で、リンクを新しいので開いてもらった方がいいでしょうね、この場合。参考に見てもらうということなんで。
で済んだと。で、テレビを見ると入ってますよね。こんな感じです。で、ここをクリックすると先ほどの直接著作権のページに飛ぶと、こういう感じです。はい。で、あとはですね、これ多分このまま入れても多分、引用の範囲に入ってしまうので、一旦テキストに戻っていただいて、でですね、先ほどの括弧閉じるの部分をね、ブロッククォート、これ閉じるマーク入ってますね、スラッシュね。閉じる。これがここまでだよっていう意味なんですよね。ここまでなんだよっていう、出典はここまでなんだよっていう意味なんで、この後からちょっと文字をね、入れてください。文字なんでもいいですけど、なんだろう。というところを、とかね。こういう感じね。あとは、うんたらかんたらとか。まあ、いろいろ。全然最近タイピングがダメですね。全部タイピングがダメなんですよ。はい、ということで、こんな感じで、やります。はい。で、あと、例えばね、Google ニュースで、なんだろう、風俗系は何やったかな。例えば、今日は日航機事故から30年ということで、遺族が思いを込めて追悼文集っていう、まあ、これ、リアルタイムでたまたま引っ張ってきたニュースです。で、これにね、自分自身も、まあ、感銘を受けたり、広くちょっと紹介したいなって思ったりした場合には、これをね、まんま、例えば、ここら辺からコピーをしてですね、同じように、この辺に、まあ、コピーしますよね。貼り付けますよね。貼り付けます。で、貼り付けて、さも今、ね、これが自分で取材して、まあ、そんなわけないけども、自分で取材して、自分で作った文章だよっていうようなことでやってしまうと、コンテンツの流用、さっきなんだって、どこだかな。日経だったかな。あ、読売ですよね。読売オンラインの、著作権を侵害しておりますんで、ダメなんで、こういう場合には先ほどの同じように、左クリックドラッグして、離して、これ、このマーク円を押すと。ほんで、その場合にはね、最終更新日と、この部分は Wikipedia 独自のあれなんで、いらないですから、読売オンラインより出店、読売オンラインよりも、より、抜粋とかいうような形にしていただいたら結構です。で、それで結構なんですけども、他にやり方としてね、このマークがわからないとか、もし見当たらないとか、何らかの理由でこれをちょっと使えないときにはですね、要はここからここまでが、引用なんだよということが分かればいいので、どうしようかな。例えば、そうですね。こんな感じにして、どうしようかな。違う。これは、こうか。で全然ダメだよ。口も回らないし。
こんな感じですね。ここ肩ってなったでしょ。ここだ。あ、あそこ、あ、ここまででですね、この部分が、引用なわけですけど、読売オンラインからの引用なんですけど、ここから引用始まりますよっていうね、この線を引きましたんで、あと同じようにですね、どこまで、ね、この引用なんだっていうことを指し示すために、ここまでだよっていうことで、まあ入れます。線でいいと思うんですよね。線で入れてですね。んで、よいしょ。が、よいしょ。ここまでという形で結構です。で、先ほどのね、ウィキペディアみたいに日付とか時間とかそこまで入れなくていいですから、ここで、読売オンラインさんに、先ほどの、ニュース、これか。これのニュースの掲載ページを、URL をコピーしまして、リンクですね。リンクを貼ります。貼れました。こういうようなやり方もあります。はい。です。ただ、まあ、一般的に通ってるのはこういうね、こういう形式のが通ってますし、見たときも見やすいですからね。それと検索エンジンに対してダイレクトに、ここからここまでは、コピーコンテンツで、パクリじゃないよ、引用してるんだよっていうことがダイレクトにつながる方法ですので、このタグをね、積極的に使うことをお勧めします。ではね、他人のコンテンツの引用の仕方を説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。